いらっしゃいますか？さらに紹介されてきたのですが。の？留守なのかな。鍵開いてるのよ。お邪魔しますなのよ。僕たちも入らせてもらおう。I guess. Bandits! Or whatever. どうだった？残念ながら、イレーネさん本人も消息を匂わせるものも発見できませんでした。私もリムも見つけられなかったのよ。かくれんぼが上手なのよ。さすがはイレーネ様。私たち程度じゃ見つけられないんだね。クンクン、なんだか焦げた匂いがするよ。見て。Yeah, that's a problem. Elena? 貴様らが来ることは分かっていた。サラの友人ということも、貴様らごと家が焼かれようとしたこともな。だから転送呪文を用意しておいてやったのだ。感謝しろ、小僧。はい、ありがとうございます。何をぼーっとしている。貴様らも感謝しろ。はい、ありがとうございます。では続いて遠慮なく喜べ。私こそが貴様らの会いたがっていた、その名もイレーネ・ファーレンスだ。来い。呼んだ覚えはないが、茶ぐらいは出してやる。待ってください。あなたは本当にサラが言っていた？二度は言わんぞ、小僧。来い。はい。Just shoved right in there. あれがイレーネさんか。サラから聞いた話とは随分イメージ違うな。 And her spirits are crushed. メリタン、どうしたの？なんか元気がないのよ。This is why you don't meet your heroes, kids. 心に描いていた聖女イレーネと同じ名前の彼女とのギャップに衝撃を受けたのかと聞こえているぞ。だが聖女というのは悪くない響きだ。明日からは聖女イレーネと名乗るとしよう。やめて、私の夢をこれ以上壊さないでよ。あんまり褒めるな、照れる。Is she just walking into the wall? いじめっこね。けれど、占い師としての力は確かなようですね。僕たちの訪問やサラさんとの関係だけではなく、火災についても正確に把握しているなんて。だったらもっと早く助けてほしかったよ。それではありがたみがないだろうが、愚か者。命を助けつつ、その大切さも教えてやったのだ。礼を言われこそすれ、非難される覚えなどない。絶対違う。
違うよ。イレーネ様は美しく賢く優しい人なんだから。なんだ、やはり私のことではないか。ねえイータンのお家はこっちなのよ。イータンか、それも愉快だ。聖女イータン、うん、こっちの方がいいな。だからもうやめて。この先には私の隠れ家があるのだ、チビスケ。隠れ家？私を狙う身の程知らずどもが多くてな。ほら、着いたぞ。そこのでかいの、いい加減に出てこい。うん、そんな姿をしていたのか。いつから気づいておられた。私をなめるな、会う前からに決まっている。おー、恐れ入った、ミス・イレーネ。貴様はそこで待っていろ。入れんことはないが、でかい図体が邪魔だ。承知した。では自分はここで待機している。バッカスさん、いいんですか？問題ない。中での会話はここからでも聞き取れる。貴様ら、間抜け顔で突っ立ってないで、早く入れ。おー、ポーニャータン。It appears they found your secret ancillary entrance. 家を焼いたばかりか、隠れ家まで襲うの。次から次へと、いい女は休む暇もないのね。そんなに魔王を崇拝しているのなら、今すぐ魔王の元に送ってあげるわ。Nice! Are you gonna come join in the conversation too? Is that gonna happen? 魔王復活の阻止か。本当にジオットは面倒な仕事ばかり回すわね。ジオット？本当にイレーネさんは全てを知っているんですか？この声は。本当にイレーネさんは全てを知っているんですか？サラさんはパージ神殿に囚われているんですか？だとしたらどうやって入ればいいんですか？焦るな、物には順序がある。今この地に暗躍する者たちがいる。貴様らも知っているのではないか。シュドネイ教とかいうあの趣味の悪い連中だ。いや、いや。サラを連れ去ったのは奴らだ。Fair enough。なんで魔王崇拝者がサラさんを。正真正銘の大バカ。いや、特上の愚か者たちだよ。幾千幾万の勇者が命がけで撃退した魔王を何千年と飽きもせず崇拝し称えるな。これまでは密かに信者を勧誘していただけだが、ここ最近突然動きが活発になった。まるで得体の知れない何かに突き動かされているかのようにな。太古の昔、魔界よりこの地に降臨した魔王、その名をアスモデウス。あの連中の目的は当然魔王アスモデウスの復活だ。私の力を欲し、同志として迎えたいと誘われたが、答えは言わずともわかるだろう。
信じられない馬鹿げた話。そんな顔だな。そんなことは決して。私は別におかしいとは思わんがね。何しろ私の目の前にいる貴様らは星の海を渡ってこの地にやってきたのだからな。私に言わせればどちらも馬鹿げた話だよ。外のでかいのにも言ったはずだ。私をなめるなとな。それがあなたの占いというわけですか。正確には少し違う。オラクル、神託というやつさ。消耗は激しいが占いよりもよく当たるぞ。今回も見事に当たったじゃないか。サラが面白い客を私のもとに導くとな。確かに面白い客だ。何がおかしいんですか。あなたはサラさんの友人なのでしょ。彼女が心配ではないのですか。あれは私の妹みたいなものだ。心配に決まっている。ならばなぜ。信託を受け待っていたのだ。貴様ら星の海を渡ってきた者たちをな。僕たちを待っていた。ああ、サラを救い魔王復活を阻止できるのは貴様らしかいないのだ。僕たちが魔王復活を阻止って。今この場にいる星の海を渡ってきた者たちを重ねて言う。パージ神殿で進められている魔王復活の儀式を貴様らで断固阻止するのだ。今魔王が復活してはならない。まだ早すぎる。まるでこの先復活するように聞こえますが。復活するさ。え？いずれ魔王は必ず復活する。だが今少し後のことだ。その時が来れば魔王に引導を渡す者が現れる。それはさすがに貴様らではないがな。それも神託というやつですか。そういうことだ。まあそんなことより重要なのは今魔王を復活させてはならないこと。そして何よりも魔王復活のためにさらわれたサラを救うことだ。ちょっと待ってください。ですからなぜ魔王の復活にサラさんが。魔王の復活には聖なる生贄が必要となる。サラは聖なるフェザーフォルク。魔王に捧げられる価値は十分にある。サラ救出と魔王復活阻止は同義。つまりはそういうことだ。もしも僕たちにできなかったらこの星は一体どうなってしまうんですか。それはだな。イレーヌさん。これは白き聖なる乙女が祭壇への道に着きました。イータン、どうしちゃったのよ。間もなく道は開かれ、散らされし純白の翼が朱に染まり、目覚めるは闇深き世界より来たりし魔王。白き聖なる乙女の朽ちた身を引き裂き、暗いこの地を滅ぼす先触れとするのです。イレーネさん、さっきまでとは全然違う。もしやこれが神託。抗えず逃れず世界は包まれます。何者をも灰とする破滅の豪華に、すべては美しく滅びを迎えることでしょう。
見せてやった方が早いと思ってな。今のが信託だ。貴様らが失敗した時のな。サラは死に、この地は滅びる。そこには一切の妥協も希望もない。何度やろうともこの信託は変わらない。滅びは確実に訪れる。だがサラを助けられれば変わるかもしれない。私はそれにかけてみたいのだ。 Oh, that's nice. Hedge all your bets. 希代の占い師と称えられてもこのざまだ。信託を受け入れるだけで体は悲鳴を上げ、他人の手を借りねば友も救えぬ。頼む、サラとこの星を滅びから救ってくれ。この通りだ。イレーネさん、やめてください。星の運命だなんて、そんなことに僕を関わらせないでください。エッジさん、そんなこと言われても困りますよ。サラどころか、ダメ、この星の運命まで。またそんな、僕に、だって僕は愚か者か。おう、イレーネさん、しっかりしてください。行きましょう、パージ神殿に。フェイズ、正直魔王復活なんて僕には眉唾ものですが、サラさんに危機が迫っているのは確かなようです。けどイレーネさんは目を覚まさないわ。それに神殿に入り口はないんですよ。なければ作ればいいんです。たとえ神殿すべてを破壊しようとも。ダメだ、そんな乱暴な手段は認められない。ではどうしろと言うんですか。Just do it. 待つんだ、イレーネさんが起きるの。何を悠長なことを。彼女は僕たちにパージ神殿に行けと言った。けれどあの神殿はあれ以上奥には行けない。イレーネさんがそれを知らないわけがない。彼女は奥に入る方法を知っている。僕はそう思う。分かっているんですか。このままではサラさんが、サラさんをロークを見捨てるんですか。そんなことは言ってない。言ってるも同じです。今までのエッジさんならこんなところで尻込みなんかしなかった。僕たちが出会ったあのエイオスからレムリック、そしてカルディアノンでもエッジさんは臆することなく走っていた。前だけを見て走っていた。だから僕はついていこうと決めたんですよ。その僕が何も考えていなかった。その僕が地球を滅ぼした。また同じことになるんじゃないかって怖くて怯えて体も心も動かなくなるんだよ。でもレイミさんを助けるためにあなたは戦った。戦ったさ。それでもあの恐怖は消えないんだ。二人ともやめて。一つだけ聞かせて、サラさんを見捨てる気はないのよね。当たり前だ。仲間を思うフェイズさんの気持ちはわかります。でも私たちのリーダーはエッジだわ。はい。レータンすごいのよ。怒らせると怖いにゃ。I don't think Raimi really has a bad side yet. Yeah, you smell.
No? Darn. Fuck us. Oh, she woke up. Irene-san, yokatta. Watashi wa dono kurai ishiki o ushinatte ita. Mou asa mitai desu. Sore hodo ka. Toshi wa toritaku nai mono da. Nani ga atta, komusume? Paji shinden no oku ni iku hōhō de その、意見の食い違いが。なるほどな。それは私が迂闊だった。こいつを先に渡しておけば、問題なかったな。これは？カードキー、なのか？この惑星の文明レベルで、なぜそんなものが？パージ神殿の奥へ行くにはその導きの灯火が必要なのだ。それがなければ神殿の奥には行けん。破壊などしようものなら奥のサラも危険だ。ダンダンダン。デイズ。エッジの判断が正しかったのね。ああ。I mean, I knew there was a key card, but still. 導きの灯火をどこで？昔ムーアの血を引く者とかいうやつから預かった。さあもう行け。そしてサラを頼む。では行きましょう。 These Mua interfered everywhere. It's great. おいそこのドラ猫、確かメリクルと言ったか。何？また私の夢を壊す気なの？暇になったら遊びに来い。聖女とやらの話、今度は笑わずに聞いてやる。気が向いたら来てあげる。それと、私はドラ猫じゃないよ。小僧、貴様が何を恐れているのか私は知らないし興味もない。だがこれだけは言っておく。うぬぼれるな、このバカめ。星の海は果てしなく、世界は途方もなく広い。それを貴様ごときが背負えると思うな、愚か者。栄えるも滅ぶも、それはすべて星の選択だ。これは運命と言ってもいい。ですが、もしや貴様、運命すら操れると思っているのか？だとすれば増長しすぎだ、このたわけが。そんなつもりは。貴様にできることも、貴様が与える影響もたかが知れている。貴様が契機となったものがいずれ巨大な波となり、星を飲み込むことになるかもしれん。それこそ星の命運に関わることもあろう。だがそこまで至るには貴様の力だけでは不足。さまざまな要因が絡み合い、最後の運命へ帰結するのだ。イルーナさん、悩め、恐れろ、泣け。されど止まるな。おごることなく、まっすぐひたむきに前へ走れ。そうすれば自分にできることが見えてくる。ちっぽけな自分にしかできないこともな。それこそ貴様が真になさねばならないことだ。うん。
それも神託ですか。いや、単なる御託だよ。それに貴様にはそこの小娘がついているだろう。私ですか。辛いことも苦しんだこともあったろう。だが貴様の中のムーアには必ず意味がある。私の中の、この小僧と共にあれ。ムーアの加護を受けて生まれた幸福の子よ。Such inspiration. Wow. Faze. Only a little bit, but I've become able to run. Thank you, Lumps. Just wait a little bit. I'll surely know you. Nah, that's a little out of place. Let's go. Ah.やれやれ、hey! 夜が明けてしまったわね。行くんだったら早く行きましょう。いいよ。あなたはなんでここに。言ったでしょ、この星でなすべきことがあるって。どうやらその目的まで坊やと一緒みたいね。アスモデウスの復活を阻止すること、それがモーフィスの私に与えられた今回の任務よ。あらら、君もモーフィスの一員なのかね。あなたの噂は聞いているわ、バッカス。こんなところであえて光栄と言っておくわ。そこの坊や以外には初めて名乗るわね。私はミリア・ティオニセス、カルディアノン母官であった子もいるわね。あなた、あの時の、なぜあなたがロークに。それは私が知りたいわ。カルディアノンの時といい、このロークといい、なぜあなたたちはことの核心にいるの。 Because we're the best. まあいいわ、とりあえず一緒に行きましょう。そんな勝手に。やっぱりあいつを狙っているんですか。もちろんよ。それまでは坊やのそばを離れてあげないから。どういうことなの、エッジ。簡単なことだよ。あの人はクローを殺すために仲間に加わったのさ。え？大丈夫、そんなことはさせない。きっと分かってくれるから。それじゃよろしくね。 Temporary ally. Yeah. Alright, so let's take a look at you then. 32! So I guess I should be level 32. I mean...She's not the most amazing thing. She's about to be level 33, though. Alright. Alright. So... I think... Here's what I'm gonna do. I need to do a lot of cleanup in this area.See how many of the quests I can actually do. Okay, and then it kicked me all the way over there. Okay. Okay. So yeah, I have a lot of cleanup to do. I have a lot of, cleanup to do. And, I may as well get the rest of the party to level 32.Because that's... If it gave me her at level 32, then I should probably be level 32.
You want to assume I don't have any? Not really. Had enough to do that. So you're good at compounding. We can create medicinal items. Fantastic. Max that out real quick. And you have pride, which is really good for, what I'd be using it for. And then you're also a healer. With all sorts of magic. So you are a perfect replacement for Nimmu. I wish Bacchus had something, because that would be nice, but... overall, well... Not really an issue. Oh, 3%. So it can go, it'll be 10%. So you won't get thrown off balance if they do 10% of your HP. Wow. That's strong. That's real strong. Also, for the sake of it, Trap Evasion... Give it to Bacchus. Energy shield. She can learn it. And I'm gonna make her my mage anyway, so yes, we'll go for it. Restores 30 HP once every 5 battles. Curious. So it'll automatically refill itself? That's really interesting. And I'm saving your individual SP because I'm going to give you the HP gain. So we'll give you... For now, I'm going to give you Pride. But we will swap that out with... Yeah, we'll swap out Pride with the HP gain. HP boost. Alright, then we want that one to be double Sonic Thorn. We want this one to be Sonic Thorn. And then we want it to be Seraphic Thunder, Sonic Thorn, and then another Sonic Thorn. Yep. That's good. Yeah, you're just a stronger. Okay, cool. Cool. And then your beat is... See, that's the only annoying thing, though, is the beats is set to 0, basically. I'm gonna need to figure out a way to grind beat, because, yeah, that's gonna be such a thing. Yeah, so I'll be able to get a good 4 levels out of you with that HP boost, and that'll make you quite useful. And then I don't have to worry about Limu's... Yeah. 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 So... Okay, I have a general strategy. And, next time we come back, I will pick it up. All these guys will be up to level 32. Well, probably 34, honestly. Because the amount of XP it'll take for me to get... Let's see, just for the sake of it. So yeah, you guys have 70-ish.
And it, yeah, it's taking about 13 for every level. You're at level 32 with 131. And if it takes 10 battles, so 20 battles, so... Yeah. She'll probably be at level 34. Everyone else should be at 32 or 33. Approximately. If math. But yeah. So I'll just do a bunch of cleanup work, and then we'll meet you back at the Purgatorium. Yeah, right outside the Purgatorium is where we'll meet back up. I'm just gonna do some cleanup work of, at the very least, getting the other items around here and doing all the mining stuff. Getting a few levels. Getting the HP boost and an extra HP boost as well. Thinking of it while I'm here. Do I have any equipment for you? I do not. I can give you anti-curse and full snaps. It lowers your int but increases gold. That is the last thing I want on you. If anything, increase your int. So yeah, that's what we'll go with, is some quick levels. I want to make sure I get that book or that letter delivered and see what kind of happens to that. And maybe some other stuff if I can get around to it. So we will see you then. Bye-bye. I've got HP boost worked out on most everyone. And it seems to be working out fine.